自分探しの旅などとよく言いますが、自分探しの意味は結局のところ何でしょうか。先ほど幸福不幸っていうのは心の持ち方で決まるから。だから、そのどんな人でも心の制御によって本当の意味での幸福を、これに至ると。まあそういった仏教の基本的なお話をしました。かといって仏教はですね、すべての人が同じであるとは言いません。その差異はあるということですね。で、基本的に世界をこう繋がっていて、なんていうか地球っていうのは大きな生き物みたいな問題だと。そしてその中の一人一人の人間はその大きな生き物の各細胞なんだと、すると。一人一人の、なんていうかね、その細胞である一人一人に何かの役割があるだろうってことであります。地球は一つの大きな生き物であって、で、生命体で、で、一人一人の生き物、人間、それが、その細胞みたいなものだとしたら、その細胞は何かの、それぞれの役割を持ってるんじゃないかと。だから自分の社会における、地球生命圏における何かの役割っていうんですかね。これを自覚して実行する。これが、まあ自分探しと言えるもんじゃないかというのは伝統的な考え方です。まあそこで出てくるのは、例えば孔子ですね。30にして世に立つ。40にして惑わず。50にして天命を知る。天命ですね。天が与えた命です。神様かっていうと、必ずしもそうじゃない。地球、宇宙、そしてこの人間社会の中で、あなたが、やるべき役割って何ですかってことだと思います。で、それを探し求めるには、あんまり他人の敷いたレールっていうか、みんなと同じことをやるっていうのは、その考え方はちょっとおかしいわけじゃないですか。大きな生き物の中の細胞のようなものが一人一人の人間や生き物だとすると、一つ一つの細胞は少しずつ違ってあるべきなんでしょうね。それが現代みたいにみんなお金を求めて競争、用意ドンって言うと、その一つの生命体の中に胃袋しかないような、そんなね。胃もあれば肝臓もあれば肺もあればいろんなものがあって一つに生きてるわけですから。ということだと思いますね。そうすると、自分の長所っていうのは一体何だと。長所ってどういう意味なの、長所。まあ、結局みんなこの支え合いで相互に依存し合って生きてるから、細胞も自分だけで生きてるわけじゃないんです。だからその細胞の役割っていうのは他の細胞のために自分は何ができるかということだと思います。だから自分が他、これを生かすためにどんなことができるかっていうことですね。で、それは自分の長所、というかな。今、現代で言えば、売りっていうんですかね。そういうことかっていうと、そういうことかもしれないが、その逆に、自分の短所とか、苦しみですか。これが逆に役割になる場合もあると思います。なぜかというと、同じような苦しみ、失敗、短所を持ってる人たくさんいますから。で、それを乗り越えて、他人のそれを手伝うというのも一つの役割だと思います。まあ、簡単に言うと、これは幸福論にもなりますが、その快楽と苦痛っていうのがあって、快と不幸があって、喜びと苦しみがあると。喜びだけに価値があって、苦しみには価値がないのかっていう考えがですね。一般的に長所って言われているものだけに価値があり、短所には価値がないのか。勝利にだけ価値があって、敗北には価値がないのか。もしかすると、皆さんが自分の欠点と思っているその先や裏に自分の役割があるかもしれません。そこのところはちょっと考えた方がいいかなと思います。まあ、例えば、社会一般でお金を稼ぐことが評価されているとして、で、他人と自分のお金を稼ぐ能力を競っていくってことになると、結局、確率的なことになり、それぞれの細胞は似たような細胞っていうことになります。で、あとはその似たような細胞の大きさがどっちが大きいかっていうだけの話になるけど、しかし、お金をなかなか稼げない、そういった自分の状態があったら、そこにこそ自分の役割があるかもしれない、ということだと思います。自分の喜び、苦しみ、長所、短所、その双方が自分の役割とつながるんじゃないかという考え方はちょっとした方がいいんじゃないかなと思いますね。なぜかというと、自分には取り柄がない。だから生きてる意味がないって死ぬ人がいますね。
でもそうじゃないんじゃないかな、取り柄はないと思う、その先や裏に取り柄っていうか役割があるかもしれないと思います。何かの不幸失敗を経験した人が同じような不幸を他人にさせないために生きると、そういうような生き方役割を見出す時があると思います。で、不幸、これを二度と繰り返さない、これが不幸を経験した自分の考え方、生き方だっていうことで役割を見出す人がいると思います。だから不幸を経験せずに幸福で、で、短所失敗がなくて長所ばかりで、そういう人だけが生きる役割っていうか、この世界での役割を持ってるんじゃ必ずしもないと思うんです。で、ここのところが飲み込めれば自分の、なんていうか、役割っていうのが見出せるかもしれないけど、飲み込めないから世間一般の基準で、その自分が他人より優れてるところが自分の役割だとばっかり思ってると、役割が見出さなくて、価値が見出せなくて、その抑うつ感情とか自殺とか孤独死とかになっちゃう人も多いと思うんですよね。そこのところはちょっと考えてもらいながら、そういった広い意味で多面的な価値観で自分の役割、天命ってものを求めていったらいいんじゃないかなと私は思います。